今日の地球便はペン一本で店を彩る息子。さあ今回ですね、大阪とスペインをつないでみたいと思います。行ってみましょう。いいですね。失礼いたします。あ、どうもこんにちは。はじめまして、山口です。どうもお世話になります。失礼します。やっぱお越しください。ありがとうございます。遠いところ、はい、よろしいですか。本当にお願いします。今日はよろしくお願いします。ね、お母さんと吉祖さんの妹さんと、はい、そして甥っ子のお名前どうぞ。アダムくん。吉祖さんはスペインのバルセロナで、はい、画家をやってらっしゃるってことですよね。そうです。それはもう画家として行かれたわけですか。それがね、初めはね、サラリーマン、はい、大学出てからサラリーマンして、はい、うん、で割合乗ってたんですよ、はい、でそのまま行ってくれるもんと思ってたら、突如辞めまして、ほう、外国行く言って、心の中では、うん、なぜ辞めるのって思いましたね、今さら。なるほどね。ちなみにどういう絵を描かれてる方。あ、今ですか。なんか油性ペンで、はあ、よくなんかちっちゃい時から、うん、ティッシュボックスのとこに変えたりはしてたんですけど、うん、なんかそれが今はなんか壁に変えたりとか、はい、本格的に人の目につくとこに、その建物の壁とかに書き出したわけですか、はい、そうです。アダム君なんか気になる、どっか見てみたいとかある。全部全部、よし、じゃあ全部見てみようかね。じゃあ行きましょう。アダム君も楽しみにしてるおじさんの映像です。吉久さん、スペインです。グッド。スペインで画家として奮闘する吉久さんにお母さんの思いを届ける旅は、距離にしておよそ1万キロ、14時間。一年を通じて青空が広がるスペイン第二の都市バルセロナ。世界遺産サグラダ・ファミリアを設計したガウディをはじめ、19世紀から20世紀にかけてピカソやダリなど巨匠たちが活躍した街です。今も至る所に彼らの作品が点在し、人々は芸術を身近に感じながら暮らしています。そんなバルセロナ郊外で仕事中の吉久さんを訪ねました。こんにちは。あ、松本吉久さん、はじめまして、よろしくお願いいたします。日本のご家族のご依頼でちょっと様子を見に来ました。ありがとうございます。うわ、いいのかな。黒一色のラインでびっしりと描き込まれた吉久さんの絵、使っているのはどこにでもある普通の油性ペンです。めっちゃ楽しいじゃないですか。今回の絵はオープンを間近に控えたハンバーガーショップから依頼されました。まあ、だから例えば牛がこう自分の手をこう焼いて、つながってんねん、それをこう食べたがってるでよだれ出して、そのハンバーガーがこう牛を食うとか、そこはこうポテトフライがちょっと俺もくれよみたいな、そういうなんか絵見ていったらちょっとずつなんかストーリーがあるっていうか、子供らがこう見つけて、あ、これは何やなとか、そういうなんか話題になったりしたらいいなっていう。いいな、これ楽しい。僕が楽しんで絵を描いてたら、そういう雰囲気がまあ伝わったらいいっちゃいいけど、僕は楽しんでやらせてもらってるっていう、まあそこが第一ですけど。壁に直接描いていくのが彼のスタイル。デッサンや下書きは一切ありません。おー、これすごいな。真っ白のとこからこう適当にバーンってこうちょくちょく描いていって、そうだからその時のひらめきとかをまあまあまあ当たり前やけど、まあ大事にしたいから、そういう下書き書いてたらこうなんかそっちにも行かなくちゃいけない道が勝手にできてしまってるから、そうじゃなくてまあなんちゅうのこの肩にはまらずね。そうそう、それ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 です、それです。それが気持ちいいですね。お、やってもうた、やってもうた。ちょっと今ミスったっちゃいます。ミスってないですよ。これ二つはこれはひっついて生まれるんですよ。だからこれなんかお化けを出しといたらお化けが生まれるんですよね。なるほど。でまあ一応生まれたからには笑っとかなあかんやろ。
生まれたのならば王様に王様になっとこうかという王様や生まれたから王様一度は大企業に就職したもののサラリーマン生活に馴染めずわずか半年で退職した吉久さん。その後6年間アルバイトをしながら世界を放浪し目的もなく過ごしました。しかし30歳を過ぎ一度しかない人生、好きなことを仕事にして生きよう、そう決意して選んだのが絵を描くことだったのです。この日吉久さんは電車で1時間かけて小さな村へ。それケリアサルダアルテこのジョセップさんは5年前絵で悩んでいた吉久さんを助けてくれた恩人だといいます。絵描いてても別に誰も相手してくれへんし、なんか自分でもどうかな、まあずっと描き続けてるけどどうしていいか分からへんかったから、何をしていいか分からへんかったから、とりあえずバルセロナから出てみようと思って、とりあえず絵を描き始めたものの最初の2年間仕事はゼロ。行き詰まった吉久さんは一度絵から離れようとバルセロナを去ったのでした。そんな彼に畑での仕事をくれたのがジョセップさんだったのです。ファンツチエンフォーファンツチエンフォーJo Sepp さんの畑で働く生活が2年間続きました。畑仕事の合間に食べた奥さんのランチが今でも忘れられないと言います。多分ね、どこのパエリアよりも絶対この家のパエリア一番美味しい。それはそうマジ美味しい。その家の味ですね。そう、だからそこでここでなんかそのカタルーニャの家庭料理とかをいっぱい食べたっつうか、こっちのおとんとおかんみたいな感じで。よし、que te tengo una sorpresa。わあ、来た。¿Te acuerdas? Sí。そう、初めてこれでお金もらった仕事かな。あの娘さんの結婚式の招待状で花がみんなその結婚式でみんな祝ってて、その中に主人公の2人がおるみたいな感じでそう書いたんですよね。No, no, porque nos gustaba como dibujaba y pero... Gracias por esto. Pues sí. そうやってそう昔思い出すと、今まで世話になってると思ってたけど、それ以上に世話になってますよね。そうか、それ以上に世話になってるよね。ゆったりと過ぎる時間と周囲の人々の支えがあって、再び絵を描く情熱を取り戻した吉久さん。あれから3年経った今、吉久さんの絵はバルセロナのホテルやレストランの壁を彩るまでになったのです。吉久さんに新たな仕事が舞い込みました。今回彼のキャンバスとなるのはバルセロナ市内の人気スペイン料理店。依頼されたのは奥の壁3面と入り口にあるガラス部分、合わせて60平方メートル以上というかなりの面積。まずは壁の前に立ちイメージが湧くのを待ちます。そうやね、どうしよう、やっぱ一筆目って緊張します？いや、あんま緊張しないです。なんかどうなるか分からへんから。こんなにそうやんな、いきなり筆入れすんの。まあ、最初に今回はちょっとタコから始めたいと思います。うわ、面白いな、かわいい。どうやら吉久さんの中で大きな海のイメージが広がってきたようです。わずか1時間ほどで壁の半分が埋まりました。うわ、
そう、手が勝手に先に行ってくれる時もあるから、その時は気持ちいいですね。いい感じに乗ってる時なんじゃないですか、その時は。まるで下書きをなぞるかのようにみるみる絵を仕上げていく吉久さんの姿に、仕事を依頼したこの店のオーナーも興味津々。Un empresario en Barcelona nos hizo las cristaleras y me quedé alucinado, me quedé sorprendido. Y cuando nos pusimos en este proyecto, pensé que por las dimensiones y por espacio tendría que venir yo si aquí a hacer este cambio, ¿no? En todos los aspectos.壁に絵を描くためには立ったり座ったり、夢中になるあまり長時間無理な姿勢が続くこともしばしば。やっぱこう描いてたら体とか痛くなるんですか？そう、描いてる時は気づけへんけど、ふとパッてなるとあっっていうのがあるから、腰肩やっぱり結構疲れることが多いから、ね、続いてのキャンバスは鏡。ペンを持つ手の指紋がつかないようゴム手袋をはめて描いていきます。もちろんここでも下書きはなし。うわ、線もね、吉久さんが絵を描くようになったきっかけは実はお母さんにありました。吉久さんがよく絵のモチーフにするのは動物や植物たち。そこには幼少時代のお母さんとの思い出が深く関わっているそうです。なんかよくそういう自然なところに連れて行ってもらったっていうか、自然っていうか、だからまあなんていう、その殿様バッタ取りとか、まあそれは絶対影響あるでしょうね。それはなんだ興味持ってきたから今こうやって多分絵描いてんのも、葉っぱとか魚とかそういうのを描いてるんやと思う。絵のルーツって何なんですか？絵のルーツタコか、タコ入道かタコ入道なんかありませんでした？昔なんか絵描き歌みたいなんでこうミミズが三本歩いてたとか。葉っぱじゃないよ。ねえ、ねえとか言ってるね。え、そのじゃあ絵描き歌はお母さんに教えてもらった絵描き歌？そうでしょう。うん、なんかそうなんか書いてるのか。そうか。仕事を終えて自転車で自宅へ。吉久さんが暮らしているのは中世に建てられた古い建物が多く残る旧市街地。こちらの築200年の建物の7階部分、屋上に立つペントハウスが吉久さんの住まいです。こんにちは。ほらみり、ほらほら、やった。あ、ね、うんうん、どうぞ。あ、彼女さんですか？はい。ほら、遠藤さん。ミリさんです。日本語喋られるんですか？いや、もうほとんど喋られへん。ちょ、しんどいぐらいしか喋れないです。何があったんですか？ここに引っ越してきたのは3年前。1LDK のこの部屋で恋人のミリーさんと半年前から同棲しています。かわいい人やな、ミリーさん。ここが一つ目のテラスで、うわ、ええー、感じこうなって、これはいい気持ちいいですね。やっぱあのバルセロナってすごく天気がいいじゃん。そう、そうですね。もう一個テラスがあって、あ、ほんまですね。うん、めっちゃ気持ちいいですね、これ。そう、だから悩んでる時はまた上から眺めてこう気持ち落ち着かして、またもう一日仕事頑張ろうっていう感じですね。ようやく絵だけで生計を立てられるようになった吉久さん。かつて食べていけなかった頃は日本食のレストランで厨房に立っていたというだけあって、実に見事な包丁さばきです。素晴らしい。週の半分はキッチンに立ち腕を振るっているそうです。
一つの食卓に日本料理とスペイン料理が並びます。いやいやいや、すごいのが。生活の心配をせずに済むようになった今、ふと胸をよぎるのは日本の家族のこと。幼稚園の先生をしていて、特にしつけが厳しかったお母さんとはことあるごとに衝突したといいます。まあ就職のことでも衝突したっすね。名のある企業に行ってくれっていうのが、まあそれがおかんが思う僕の幸せやったと思うんで、まあその時は気づいてなかったですけど、それが僕の幸せじゃないっていうか、まあ今心底絵描くの楽しめてるんで、うん、その都度そうですね、僕が幸せやったら、あ、おかんも幸せなんかなっていうふうに、僕が幸せな時のおかんのことを考えてるっていうのはよくありますね。恥ずかしいけど。うん、吉田さんがね、今はやっぱり吉田さんご自身は幸せだと、うん、やっぱ好きなことやってるからっていうことで。そうですね、やっぱりね、うん、顔が違いますでしょ。幸せな自分の思ってることをできて、はい、うまくいったら幸せっていう、うん、そんな顔してますね。楽しくしてるな、婚築しようっていうか。いやいやいや、ちょっと羨ましい。羨ましい、私も行きたい。ね、もう小さい頃っていうのは吉田さんどんな子やったんですか。とにかくね、元気いっぱいです。お母さんと一緒にその自然をね、見に行ったりとか、そういうのもやっぱり影響になってるというね、ことですけども、ちっちゃい時にいろいろ経験してたものとか見てたものっていうものが、作品として出ていくっていう、うん、でそれが今仕事になってるっていう、うん、ね、びっくりしたね。私も今びっくりしました。あ、そういうところが、うん、知らなかったね。絵になるんやと思った、ね、経験ですよね。す何でも経験。あ、でもくん、どうやった、よしと今度また会いたい、うん、なあ、会うたら何すんの。絵を描きたいかな。絵描きたいか、一緒にな、うん、じゃあこの後あの届け物をさせていただいているところをちょっと引き続き、ね、はい、見てみたいと思いますので、はい、行きましょう。もう一度スペインです。この日はいよいよハンバーガーショップの壁に描いていた絵の仕上げ作業。最後にアーティスト名であるヨシシスレイのサインを書き入れて完成です。これもどこに入るかがその時その時の OK 完璧です。丸2日かけて壁一面の絵が完成と、仕上がり具合を見に店のオーナーたちがやってきました。果たして喜んでくれるのか、緊張の一瞬です。みんなどう？やばい。Todos los detalles. Los detalles de aquí de la vaca con el cuerno. Es que está. Lo de las flores me encanta. Hay tres dueños aquí también. Ah, qué guay. Sí, claro. ¿Quién es el gordo? Sí, claro, claro. Igual es. Era como un poco gordo. No, tan gordo, estoy bien, ¿no? Y fuerte. A mí me ha encantado. Sí, no. Suki, ¿no? Yo, ¿qué que tal tío? どこまで行って、そこで最後に喜んでもらえるかどうかで、喜んでもらえたらやっぱめちゃめちゃ嬉しいですよ。多くの人に支えられ、心の底から絵を描くことを楽しんでいる吉久さん。画家として自分らしい人生を歩む息子にお母さんから届け物です。日本のお母さんからお預かりしたものがあります。おお、何？開けていいの？画家として自分らしい人生を歩む吉久さんにお母さんから届け物です。日本のお母さんからお預かりしたものがあります。おお、何？
開けていいの？何これ？ちょっと待って、はあ、このセット？これ何これ？腰のやつ？タコね。届け物は腰痛防止のサポーター。腰が悪い吉久さんが大好きな仕事をずっと続けられるようにとお母さんが選んだものです。そして親子思い出のあのタコ入道の刺繍。これか。まあいつも僕はそうやってこう愚痴とか言うから腰が痛いねんとか、まあおかんにしか言われへんからね、そういうことは。外ではカッコつけてるから結構ありがたい、これは。あ、よかった。あるな、思い出させてくれるな絵描き始めた頃のように楽しく絵描いて楽しんでくださいみたいなメッセージが入ってるのかな。そうか、だから僕が楽しかったらお母さんが楽しいから、私を楽しませてくれよみたいなことか。うん、だからじゃあ、はい、じゃあ僕は遠慮なく僕の人生を楽しませてもらいます受け止め方されてましたけども、お母さん的にはどういうメッセージが？いや、もう幸せです、うん、もう本当にあんな風に今と捉えてくれましたから、はい、ちょうど今お仕事いただいて、はい、で乗りに乗ってる時ですので、うん、まあ、体をまずはいたわって、ね、楽しんで頑張ってほしいと思いました。アイディがスペイン料理店の絵が完成したことで、お写真を送ってもらいまして、あ、すごい。あら、すごい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 。これも？あ、漏れてんねや。あ、タコおった。あ、お前、あ、タコ。タコ、リボンついてる。ちょっと見て。タコ、これ。俺、このタコ入るんちゃいます、これ。ちょっと。12年後行ったら、もうなんかこれ T シャツ着たでしょ。